2010年ハイチ地震は、ハイチ時間の2010年1月12日16時53分に、ハイチ共和国で起こった、マグニチュード7.0の地震である。地震の規模の大きさやハイチの正常を不安定に、起因する、社会基盤の脆弱さが、相いまち、死者が31万6千人ほどに及ぶなど、単一の地震災害としては、スマトラ島沖地震に匹敵する現代空前の、 大規模なものとなった。震源は、ハイチの首都のポルトープランスの西南西2 5トル深さは1 3トルマグニチュードは7.0と推定されている。この地域は北アメリカプレートとカリブプレートの衝突型境界の近傍であり、震源が浅い典型的な直下型地震である。この地震を起こした断層は、エンリキロプランテインガーデン断層系の中の断層の一つと、 推定されている。地震のメカニズムは逆断層成分を持つ左横ずれであった。地震波からの推定では断層の滑り量は最大で約4メートルであった。ポルトー・プランスとその郊外では海星メルカリシンドセブ7 x 相当の揺れがあったと推定されている。地震発生直後の2010年1月12日17時。 0分と8日後の同月20日6時3分には、それぞれポルトープランスの西南西約 50km と 55km、深さは約 10km の地点で M5.9 の地震が発生し、同日までの最大規模の余震だと見られている。20日の地震は、震源メカニズムが本震と異なるため調査が必要だともされている。ポルトープランス湾沿岸のグラン・ゴアーブでは、地滑りにより、 平均3メートルの高さの津波が発生し、複数の家屋が倒壊、津波を見物していた3人が犠牲となった。ハイチ付近のプレートと動きこの地域は、バハマ諸島を乗せた北アメリカプレートがハイチを含むイスパニョーラ島やキューバを乗せたカリブプレートが衝突している北イスパニョーラ海溝の南側にあたる。プレート境界であるため、広く見れば地震活動が活発ではあるが、 近くない地震の発生はあまり多くない地域だった。この地域の主な断層として、キューバ南岸からイスパニョーラ島北岸を横切る、セプタントリオナル断層、イスパニョーラ島南岸を横切る、エンリキロ断層の二つがある。いずれも左横ずれ断層で、18世紀以降の記録から数度の大地震が発生したことが判明している。今回の地震の震源に近いところでは、 エンリキロ断層で1751年に、またその西隣のエンリキロ断層で1770年に、それぞれ大きな地震が発生している。また、1751年の地震の際には、同じ年に、ドミニカ南岸のムエルトストラフで、大地震が発生している。ムエルトストラフは、エンリキロ断層の延長線上にあり、今回の地震も、同様に影響を与える、可能性もある。 この地域では1770年以降大規模な地震が起こっておらず、2008年にはアメリカ地質調査所の地震がくしゃらが、この一帯に溜まっている歪みが解放されれば、M7.2 程度の地震が発生するとの推定を発表していた。倒壊した首都ポルトープランスの大統領府首都の倒壊した建物と広場に避難した人々観光客に人気があるとされる。 モンタナホテルも東海ボルトープランスでは大統領府や国会議事堂をはじめとする多くの建物が倒壊し天井、床が重なって潰れる。このため地震直後は大統領や閣僚すら屋内に寝る場所がなくホームレス状態となった。2月3日、ジャンマックス・ベルリーブ首相は政府の集計で死者が20万人を超えたことを議会上院に報告。 ルネガルシア・プレバル大統領は、同10日に17万人を埋葬したと発表。同9日と10日には、ラセグ文化、情報省が死者は、それぞれ23万人、21万人と発表。ビアンウェメ内省は21万7千人余りの死亡を確認したとしているなど、政府内の死者数の情報は混乱している。同3月17日に開かれた復興支援会合では、 死者222,570人、負傷者319,28人、行方不明者869人、被害総額は77億5,000万ドル余りだと発表された。2011年1月12日、ベルリーブ首相は記者会見で死者が31万6,000人以上に達したと発表したが、震災後に行われた。 集団外装のために正確な数の把握は難しいものとなっている。また、水道や電力供給網等のライフラインにも壊滅的な被害が及んでおり、ポルトープランスの3、4が再建の必要があると見られている。今回の地震に伴い、ハイチ政府の戦艦当局は2月と3月に予定していた議会選挙の無期限延期を決めている。朝日新聞や 時事通信によると、隣国である在ドミニカ共和国日本大使館の篠宮信孝大使の話として、ハイチの日本大使館が入っている建物の壁にひびが入り、家具が倒れるなどの被害が出たが、館内にいた職員5人とその家族は避難して無事であった。個別訪問を通じて、国内在住の日本人10人の安否の確認を急ぎたいと報じた。 国際赤十字赤新月社連盟は被災者は総人口の約1、3にあたる300万人が被災したと推計しており、プレバル大統領は日本時間1月14日、同国内の平和維持活動に従事していた国連配置安定化派遣団のエディアナビ代表がこの地震で死亡したことを確認したとしていた。国連側は否定していたが、日本時間17日に 同代表とルイスカルロセダ・コスタ副代表、ダグコーツ警察本部長代理が死亡したことを発表した。現地に赴いた反気分国連事務総長も同代表の遺体を確認し、発見した中華人民共和国の国際救援隊に社員を述べた。また人道支援活動のためにポルトオプランスに滞在していたブラジル出身の小児会で人道支援活動家のジューダ・アルンス。 地元出身のヒップホップアーティストであるジミー・オー、カトリック教会のジョセフ・セル・ジュミオ大司教が、この地震によって、ポルトー・プランスで死亡した。また刑務所も崩壊し、受刑者4000人が脱獄している。ポルトー・プランスでは、略奪行為が発生しており、ハイチ政府は1月17日に1月末まで非常、事態宣言を発し、午後6時以降の夜間、外出禁止令を出していた。 同21日には窃盗の疑いで20歳の男性が警官によって射殺されるなど混乱状態が続いていた。2010年10月、ハリケーンなどによって発生した大規模洪水により衛生状態が悪化したことから、これら感染が深刻化しており、アメリカ疾病対策センターは11月11日の時点で死者800人に達したと報じている。 これら流行では最終的には1万人もの死者が出た。島国であるハイチにはこれまでこれら菌がいないものと考えられていたにもかかわらずこれらが流行した。流行が始まったのが PKO のネパール部隊の宿営地付近だったことから原因は洪水ではなく国連がこれら菌を持ち込んだためという主張がなされていた。2016年8月18日国連は これら発生に関する責任を認めた。2011年には、すでに専門家による調査で、ネパールから派遣された平和維持軍が、疾病の震源地であることが指摘されていたが、国際連合は平和維持軍の面積特権を掲げて5年間、被害を放置した。配置は長年不安定な正常が続き、統治能力を欠く政府では、安全に備えがされていなかった。現地の建物は、 鉄筋コンクリートのフレームに素焼きレンガを積み上げて壁にする工法が主流だが、この再各界の床スラブを針を使って補強しなくてはならない。しかし建設業界では手抜き、ハイチを支援している国々ブラジル軍が設営したキャンプで手当てを受けている人々、ハイチでの地震発生を受け、日本国政府は2010年1月14日、 500万ドルを上限とする無償援助や3000万円分のテントなど援助物資も供与することを発表した。1月15日には医療チームの派遣も決定され、外務省中東アフリカ局中東第一課を団長に、医師、看護師の団員により構成される総勢25名の医療チームが、翌16日21時ごろ、成田国際空港より日本航空のチャーター機で、 マイアミに向け出発し、現地での治安状況、安全確保対策等を確認した上、マイアミからハイチまで自衛隊輸送機で輸送され、2週間の活動を実施した。活動拠点は、首都ポルトープランスから西へ 20km のレオガンに置かれたが、発災後遺産また、防衛省は現地へ派遣した調査団の調査報告結果を待って、地震発生時点で、米国アリゾナ州で、 共同演習を行っていた C-130 マイナス輸送機及びフロリダ州に確保してある救援物資の活用を検討しジャイカによる支援の不足分を自衛隊で補うことを発表した。医療チームの活動を引き継ぐ形で2010年1月20日防衛省は陸上自衛隊第13広報支援隊長以下100名からなる ハイチ国際緊急医療援助隊の派遣を決定し、翌21日、同隊は現地に向け日本を出国した。1月25日、同日、日本国政府は国連の平和維持活動に自衛隊の施設部隊を派遣する方針を決めた。規模は約300人とする方向で調整している。瓦礫の除去や道路の補修などを行うためで、 治安維持には携わらないとしているが、ご信用の消火器を傾向する。国際連合は1月13日に1000万ドルの支援に乗り出すことを表明している。1月19日には国連ハイチ安定化派遣団の増援として3500人の派遣を決めた。また、アメリカのバラク・オバマ大統領は1月13日にハイチの人々を支援する用意があると声明を発表し、 1>, 1月14日に陸軍空挺部隊や海兵隊の派遣を決定した。1月15日に空母カール・ビンソンや沿岸警備艇4隻、米陸軍第82空挺師団925人の現地入りを皮切りに、1月19日には病院戦コンフォートを含む官邸10隻以上、約1万人が現地展開している。米国防総省は1月21日に、 海兵隊4000人の増派を決定し、派遣人員が陸海合わせて1万5000人規模になる。急走四国のフランスも、カリブ海のマルティニック空軍基地から支援物資と緊急援助隊員を搭載した輸送機をポルトープランスへ向けて派遣した。2月17日には、サルコジ大統領がハイチを訪問し、2年間で2億7000万ユーロの復興支援を行うと発表した。 これら以外にも世界の多くの国から人的、物的、金銭的な救援の申し出があるが、配置国内の空港や道路の損傷や治安の悪化、情報通信機能の停止などにより適切な物資の運送と配給が滞っており、現地での食料や医薬品等の深刻な物資不足が生じている。1月25日、日米やフランス、国連など約20の国、 機関がハイチの復興支援を協議する初の閣僚級会合がカナダのモントリオールで行われ長期的な復興支援を行っていくとの議長声明を採択し閉幕した。また3月に国連本部でハイチ支援の会合を開催することを決定した。今回の会合でハイチのベルリーブ首相は30秒で国内総生産の60%を失ったことでハイチは 今後5から10年の長期的な支援が必要との見解を示している。首相は各国、機関に被災者の仮住居としてテント20万張りを要請した。会合に参加した非政府組織、オックスファムは再建放棄を提案しており、反気分国連事務総長が支持している。これまでに各国政府の資源額は累計10億ドルに達しており、当面は復興事業が 国内産業を下支えすると見られている。2月5日、日本政府は国連平和維持活動として陸上自衛隊約350人を配置に派遣することを閣議で決定し、北沢都美防衛省は自衛隊に派遣命令を出した。海外派兵を専門とする陸上自衛隊中央即応連隊などの第一陣約200人は6日に出発した。 派遣期間は当面は11月末までとしている。陸上自衛隊第5旅団を主軸とする本隊は今月下旬から順次現地入りし、海上自衛隊約540人や航空自衛隊約200人が陸上自衛隊の展開を支援する。現地で使用する機材として油圧ショベルやブルドーザー、トラック、軽装甲機動車など約150両を輸送し、現地入り後は 仮設住宅の土台作りや、瓦礫の除去を行うとしている。また、部隊は、護身用として、拳銃や小銃、機関銃を携行する。なお、KC-767 空中給油機が、初めて PKO で使用される。配置では、国際平和協力法で規定する、武力紛争が発生していないことなどを挙げ、PKO5 原則に抵触しないとしている。2月6日、 国連平和維持活動に参加する陸上自衛隊の一時部隊が羽田空港などから政府専用機と民間機で出発した。現地では瓦礫の除去や避難民の仮設住宅設置のための整地作業などをする。今月下旬以降に北部方面隊などで構成する二次要員約350人が派遣され一時要員と交代する。防衛省は 重機の迅速な輸送を行いたいという意向から、世界最大の輸送機案 -225 をチャーターした。今回の派遣に関して、中日新聞は、社説で医療援助隊の派遣では出遅れた感があったが、今回の迅速な派遣は評価する、国内で起こった震災復旧での経験を活かして、国際貢献してほしいと評価し、政府機能は麻痺したままであり、 支配に起こった住民が物資を強奪する事態が起きている隊員たちの安全確保に万全を期すことは言うまでもないと述べている。2月8日、被災者支援を行っている国連担当者は75万人分の被災者を収容するテントが不足していると語った。地震後に約100万人が避難所を必要としており、これまでに25万人分のテントや 仮設住宅が届いたと説明しており、配置では、雨季が5月から始まるとされるがそれより早くなる、可能性もあるとし供給スピードの向上を訴えた。現地で救援活動を行っていた中華人民共和国の救援隊は2月8日に帰国した。救援隊は40人で構成されており、1月25日から活動を行っていた。救援隊隊長は、 4000人の治療を行った薬病を防止する面で重要な役割を果たしたと語った。2月16日、米州開発銀行は、配置全土の公共施設や住宅、インフラの復興費用として、最大139億ドルが必要であるとの試算を発表した。死者数や行方不明者数が25万人として試算した場合には81億ドルになるとしている。 今回の地震での災害援助の特徴として、大規模国家の支援だけでなく、小国や貧困国、さらには世界金融危機の財政危機下に置かれている国からも人的援助が行われるなど多方面な広がりを見せている。支援金額に関しては、特に断りがなければアメリカドルで表記。企業による支援活動も活発的に行われており、アメリカやカナダからは、 数百万ドル規模の援助が行われている。国連の PKO 単位が薬やベビー用品などと引き換えに現地女性に性交渉を要求し220人以上が応じていたことが2015年に報じられた。ありがとうございます。